皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日は西鉄福岡天神駅に来ています。今回は西鉄があまりにも優勢で、もう一方の鉄道事業者の乗客が0人と思われる区間を紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。その区間というのは天神役員館になります。今日は日曜日の午前10時台ということで、時刻表を見ると特急2本、急行4本、普通6本ということで、合計12本、平均すると5分ごとに出発するので、それほど待たずに乗れるという感じになっています。それではこれから10時25分発二日市行き普通に乗車し、役員駅へ向かいます。今回乗車する車両は6000系、1993年西鉄で最初に導入された片側4扉の車両です。6000系を見送ったら、また天神に戻って、今度は福岡市地下鉄に乗車したいと思います。はい、福岡の中心部、天神に戻ってきました。先ほど乗車した西鉄電車が発着している福岡天神駅はこちらで、福岡三越に併設されています。私は今交差点を斜めに挟んだこちらにあります福岡市地下鉄七隈線天神南駅の出入り口前にいます。これから地下鉄に乗って役員駅に向かいたいと思います。発売しておりません。天神駅でお求め
スリにつながり、2列に並んでご利用ください。それでは改札を出て運賃表で天神南からの料金を確認してみましょう。果たして運賃はおいくらでしょうか？では最後に今回の西鉄と福岡市地下鉄の天神役員間の比較をまとめましたのでご覧ください。今年3月27日には地下鉄七隈線が
天神南から博多まで延伸開業します。そんな大きな変化のある福岡へ、皆様もぜひお越しください。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。